はい、ひとつき万冊の清水です。今日はこの和田秀樹さんの、この国の冷たさの正体、一億総自己責任時代を生き抜くっていうこの本を紹介したいと思います。私は元気な時は月1500冊ぐらい読書できるんですけど、まだうつ病を明けて、良くなっていってる最中なので、まあ今だいたい多くても300冊から400冊くらいですかね。まあそんな中でこういいなって思った本を紹介していくんですけども、この本にですね、非常に面白いことが書いてあってですね、何が書いてあったかっていうとですね、この本全体はね、ここの帯にも書いてますけど、あいつは終わったな、弱者だけが責任を問われる、かつてない飲酒社会の真相、何があっても自分を責めるなというふうに書いてあって、和田秀樹さんはですね、テレビの滞在とか、あと受験勉強系ですごく面白い本を書かれていて、東大医学部出身 の, お医者さんなんですけども、非常に面白い本を出されています。他にもね、私が別に紹介したコフートの本とかの解説本とかを書かれていて、自己愛と依存の精神分析っていうのを書いてます。これとかね、結構いいですよ。コフートの本を読むとですね、すごい分厚くて大変なんですけども、この本を読むと非常に分かりやすい。で、へーっていうふうに思ったのが、子供、なんだっけな、子供地獄、大人天国っていうのがですね、147ページに書いてあるんですけども、学校では競争原理を否定していながら、卒業したら過酷な競争に矢が大でも放り込まれますというふうに書いてますね。これはそうですよね。例えば、我々、40代、30代、20代の子たちの中で、受験勉強しろって、絶対やれっていうふうに、東大合格みたいなことって、あんまり昔に比べてですね、私が大学受験する頃もだいぶ下火だったんですけど、でも最近の30、20になるにつれて、ゆとり教育とかもあったぐらいなんで、あんまりその勉強っていうのやめましょうみたいな風にこう言うようになりましたよね。で、子供時代その競争が少し少なくなってきたと。で、これね、今の50代、60代の人たちからすると結構な変化なんですよ。その頃ってめちゃくちゃ子供の数も多かったし、で大学の数も少ない上にですね、でも受験しろみたいな感じで、もう本当に当時のニュースとかを見てみるとですね、もう受験地獄っていう感じだったんですよね。で子供は地獄のような勉強を強いられていたことが多かったんですけども、でその背景を分かった上で、和田秀樹さんなんかまさにその世代だと思うんですけども、分かった上で、読んでほしいんですけども、そうすると学生時代に競争のトレーニングを積んでいない人は人生で初めて心理的なダメージを負うことになりますと。順位がつかない徒競走もそうですが、いじめ撲滅運動の影響で学校の中で友人と本音でぶつかり合わなかったり、仲間外れを必要以上に気にするという状況が今の学校では当たり前になっていますと。ところがそうやって教育された子どもたちが今度は会社に入って上司に厳しく注意されたり怒られたり、あるいは嫌味を言われるだけで、そうした経験がないのですぐ心が折れてしまうことになるのです。そうやって社会から外れた人間は自己責任で片付けられるというのが日本の現状です。日本は子どもはなるべく傷つかないことを避ける子ども天国で、大人は激しい競争に一生さらされる大人地獄ですというふうに書いてあってですね、これ多分ですね、20代30代ぐらいの人からするとしっくりこないかもしれません。なんでかっていうと、50代60代のその受験勉強地獄をあんまりわからないからなんですけど、また確かにこういう傾向はありますよね。傾向はあるというふうに、でその次にですね、書かれてあるのが、ちょっと飛ばしますけども、読むか。日本は子供はなるべく傷つくことを避ける子供天国で、大人は激しい競争にさらされる大人地獄です。しかし私たち精神科医の立場からすると、子供の自殺より大人の自殺の数が圧倒的に多いというところに目がいってしまいます。これその通りでですね、私自殺を年代別、職業別に自分で分析したことがあるんですけども、確かですね、社会人になってからの方が、学生の自殺率と比べてですね、もう何倍も高いんですよ。ちょっと細かい数字忘れましたけど、もう2倍では効かなかったような気がしますね。なので、これは本当に的を得た指摘なんですよね。つまり、大人の方が実は子供より心が弱いので、子供時代に自殺という選択肢を選べないメンタル体制をつけておいてもらった方が、大人になってから激しい競争社会にさらされた時に自殺が増えないと考えるのです。
現状のように子供時代に競争否定教育をやるのであれば、大人になってからも競争否定を前提にしてもらわないと矛盾が生じますと。まあそうですよね。子供の頃に平等ですっていうふうにね、競争とかしなくていいよっていうふうにこう言うと言うんだったら、大人になってからでもですね、競争はしなくていいっていうふうにこう言わないとダメなんですよ。でもこれは不可能ですよね。なんでかっていうと、皆さんが A というレストランと B というレストランね、まあ、あなた方がサラリーマンだとしてですね、近所のご飯どこにしようかなっていうふうに言った時に、 A というレストランか B というレストラン平等に選びなさいっていうふうに言われたらどう思いますね。でもお気に入りあるじゃないですか。近くに5店舗あったらね、だいたい行きつけの店って決まってくるでしょ。 ABCDE っていうふうにあったら A によく行くと、で B にたまに行くと、で E のお店は、まあ、正直行かねえ、嫌いみたいなふうに自分で競争を選ぶじゃないですかね。でそれを大人になったら今度は自分がさらされるわけなんですよ。でこれに耐えられない。でも、まあ、原理的に子どもの頃競争を否定しておいたら、大人の頃も競争を否定するっていうふうになると、もう社会主義になるので、まあ、これはちょっと厳しいですよね。でさらにちょっと面白いのが、実は1980年代までは逆で、子ども時代は受験競争などが激しかったのに、大人になってから終身雇用年功序列でのんびりしていました。したがって最終学歴が高校でもちゃんと会社に30年くらい勤め上げて実力次第で出世するというのが当たり前になっていました。まあ、これ確かにそうで、45歳以上上の人たちとかに聞くと、高卒でもね、三井住友とか三菱とかに入れたと。まあその当時は三井住友ってなかったですけどね、三井とか住友とかに入れたっていう話は結構聞きます。東大を卒業していても、新入社員の時はその高校の先輩に、お前ら学は高いけど仕事の出来はダメだなと怒られたりすることもあったと思います。大人になってからが緩い地雷というのは、私たち精神科医からするとメンタルヘルス的にはとてもいい状態なのですというふうに書いてあるんですよね。でこれはまあ確かにその通りで、子供の頃うわーってこうもう競争にさらされて、お前ダメだなとかっていうふうに言われて、こうすごいその順位付けとかをされて、はーっていうふうになったけど、大人になったらまあとりあえず会社に行ったらお金は入ってくるっていうのが、まあ、1980年代までだったとするとね、今はまさに全く逆ですよね。あんまりそのなんか受験しろ受験しろって受験勉強やれっていうふうに言われることは確かに相対的には減ったような気がします。でも今どちらかというと日本の経済を見るとですね、めちゃくちゃ競争厳しくなってますよね。でこれはですね、残念ながら日本のね、会社の中でブラック企業増えたんだとかっていうことではないんですよね。日本の国内だけを見ているとこれは納得のいく数字なんですけども、じゃあ経済全体っていうのを考えたらどうなのかっていうとですね、1990年代一番日本の GDP の世界シェアが高かった時はですね、 17.5% もあったんですよ。でアメリカと足すともう半分ぐらいあってですね、これはもう日本とアメリカでこうもう日本とアメリカが動いたら世界の経済が動くぐらいの感じのものすごい経済状態だったわけなんですよね。だからつまり強者だったんですよ。で今はそこからピューって転落して、6% 以下になってるんですよね、世界シェアが。つまり日本経済は全体的にもう1億総負け組みたいな状態になっているわけですよ。でその負け組状態になったらどうなるかっていうとですね、今度は頑張れ頑張れ、もう負けてる、負けるぞ負けるぞ、やらなきゃやらなきゃって言って、みんながどん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 余裕がなくなっていくんですよね。でも教育だけを見るとね、0歳からまあ6歳ぐらいからかな、6歳ぐらいからまあ22歳までの大学教育を考えるとですね、エフランク大学とかができて、まあとりあえず別に願書出したら入れるみたいなところも増えてですね、競争は相対的に少なくなった、子どもの頃はね。でも社会に出たら昔よりも厳しい状態にあるっていう、この矛盾が確かにうつ病を増やしているっていうのはすごく残念な事実ですけど、まあ、確かにちょっと的を得ているなというふうな気はしますよね。だからこれは非常に辛いですよね。これを20代30代で見たとしても、いやあなたのメンタルが弱いのは国の政策によって、あんまり勉強しなくていいよ、そんなに競争しなくていいよっていうふうに言われたからっていうふうに言われちゃったら、でその上でまあ、そのせいなのかどうかは分からないけども、日本全体の競争力が落ちて大人になってからはひどい競争社会になっていると、この矛盾はですね非常にきついですよね。で何がきついかっていうと、
私たちがね大人になってから相談する人たちねっていうと、やっぱその緩い時代のもう知っている50代60代なわけですよ。でそういう人たちにもしね相談するとしますよね。でそしたらその人たちは自分の感覚で言うからもう完全に世代ギャップでずれてるわけなんですよね。これはちょっと結構な問題だなというふうに私は感じました。でこういうことが起きるとですね、大人に相談とか先輩とか上司に相談してもうまくいかんということなので、うつ病全く治りにくいくなっちゃいますよね。まあうつ病までいかなかったとしてもメンタルが良くなる方向には行きづらいと。でしかもこれ全体的な国の政策の舵取りのミスによって起きてるギャップなので、今すぐなんとかせえっていうふうに思うときつい、うん、というふうに思いました。でも今言ったことはですね、これは、あくまでおそらくですね適用されるのは大企業とかに勤めている人が、まあ、大企業に勤められているお父さんお母さんとかがいらっしゃる場合の若者とかに適用されるんじゃないかなと思いますね。まあ私みたいな中小企業の社長とかからするとですね、そんなにあんまずっとしんどかったんじゃないかなという気はするんですけど、うん、まあそういう意味ではそうは感じましたけどね。まあそういう観点で、まあ大学生の8割は競争しないとかっていうふうに、書いてあって、競争をしないがゆえに、まあ、学生時代の間、まあね、子どもの頃にメンタルを強くするトレーニングを受けないまんま、いきなり昔よりも厳しい競争環境に放り込まれているっていうのが、まあ、そういう見方もできるなと。でしかもその厳しい社会から脱落した人間は全て自己責任で切り捨てる考え方が横行していて、これもまた矛盾だ。そうだよね、教育政策とか経済政策によってそれ決められてるのに、それで適用できなかったら全部自己責任とかって言われたら、って感じですよね。であとね、へえこういう視点もあるんだ、面白いなっていうふうに思ったのが、138ページに書いてあるんですよね。非を認めない国民性ゆえ自己責任が必要だったアメリカっていうふうに書いてあって、で自己責任自己責任ってすごく言われだしたじゃないですかね。であれなんで言われだしたのかっていうとですね、もともと自己責任というのはアメリカ型経営、アメリカ社会から根ざしたものです。一般的なアメリカ人は無責任だからこそそうならないように自己責任が強調されているというだけなのに、日本人はその言葉を真に受けすぎなのですと。ほーって感じですよ。日本は生きて領袖の恥ずかしめを受けずではありませんが、腹切り文化から始まって自分の命と引き換えに責任を取ってしまう侍文化の国です。会社で不祥事があれば、自分が直接関係なくても社長と役員が3人並んで頭を下げることを良しとする文化。アメリカが個人主義をことさら強調するのはエリート層は別として、実はアメリカの一般大衆はとにかく群れたがる人たちだからです。私はかつてカンザス州に住んでいたのですが、フットボールにはカンザスシティチーフスというチームがありますし、野球もカンザスシティロイヤルズがありました。もう広島カープも真っ青になるくらい地元がそのチーム一色に染まるし、いわゆる選挙の時であれ何であれ割と意見が確立しやすい国民性なのです。そんな文化ですか、アメリカ人は競争もしません。例えばアメリカの工場労働者たちは役職があっても肩書きで呼び合うことはしません。皆がファーストネームで呼び合って昇進競争もしません。ところが日本人は表面的に仲良くする村社会ですが、内部ではかなりの争いがあります。日本にはもともと相手と価値観を完全に一致させるという文化はなくて、その場その場で雰囲気を一致させればある程度ある一定の線から私的領域が認められます。必要以上に相手の生活に介入しないというのがむしろ一つにまとまるルールでもあります。ある意味個人主義の社会なんです。まあ、要するに空気さえ読んでたらもうあとは好き勝手していいと。それがもしかしたら日本なんじゃないのっていうふうにこの著者の方はアメリカに行った経験から言われているわけですね。だから同じ村社会の中でも隣のやつよりちょっとでも偉くなりたいという感情が常にあります。うだつが上がらないという言葉がありますが、京阪地方でうだちというのは防火壁の裕福さを表す象徴として用いられています。つまり競争の比較対象がすぐ隣の人たちなのです。もちろん日本の会社に終身雇用や年金序列があった時代も競争はありました。差といっても給料にして数万円ですが、それでも競争するというのが日本人なのです。反対にアメリカの国民性としては個人主義を標榜し自己責任を言いますが、何か問題があったときに個人個人の非を認めたりはしません。すぐ他人の責任したりする結構いい加減な文化なのです。
そのような文化だからこそアメリカ社会は自己責任をうるさく言ってきた部分も大きいのです。そう考えると日本の文化はもともと自己責任が要素が大きい。死んでお詫びをするところから始まってやめてほしいと言われる前に辞表を提出する。不祥事が起きれば社長や役員が頭を下げる。日本はもともと自己責任型社会なのに、最近ではあれもこれも自己責任、これも自己責任とさらに自分を責めがちです。精神科医の私からすると病気になってしまうレベルになっていると思います。自己責任はもともと非を認めないアメリカ人たちをまともに相手するための方便ぐらいに考えておけば良いということですと。はぁーと。そんな考え方もあるんだねっていうふうに。で、これ確かに私思ったのが依存症に対する考え方ですね。アルコール依存症とかゲーム依存症とかあるじゃないですか。で、ちょっと調べてみたんですけども、ゲーム依存症で日本人が集団訴訟を起こしたって言うってあんまないでしょ。ね、でも検索ゲーム依存症訴訟集団訴訟で検索するとですね、アメリカ結構出てくるんですよ、ね、俺たちがゲームに依存してしまったのはゲーム会社のせいだっていうことで訴訟を起こしたり、あとアルコール依存症とかもそうなんですよ。でもサントリーとかアサヒとかキリンとかがね、なんか集団訴訟、もうそれもすごい数ですよ、数百人とかじゃなくて1万人単位とかで訴えられたとかって、もうちょっと検索してみたんですけどなかったんですけど、アメリカは結構そういうのがあると。で、ってことはですね、これは悪い面もあるんですけども、良くも悪くもアルコール依存症になってしまったのはその人の責任だ、で何より自分の責任だってその本人が思ってる、ね、でそれはどっちがいいのかは別ですよ。私は依存症っていうのは社会的な問題であって本人だけ の問題ではないというふうに思ってるんですけども、なんかいろんな要素を比べて言ったりすると、確かに自己責任自己責任って言われなくても最初から自分のことを責める国民性だよなっていうふうに思いました、ね、だからこれに関して集団訴訟とかね、依存症に対する集団訴訟の数とか比較して国民性の違いとかを比べてみようかなというふうに思ったんですけども、ちょっとしんどくなってやめちゃいましたすいません、そこまでやれればいいんですけど、なのでこれはこの本を読んだなんとなくの感想なんですけども、まあ面白かったですね、うん。まあ、でこれをね思った時に自己責任で頑張るっていうことって本当ことさら日本人は多いんですよ。やっぱうつ病に私がなった時も、なんかこう自分がこんなにダメだからこういうふうになっちゃったんだって言って、すごい自責の念が強かったんですよね。だからそこがもともと強すぎる日本で自己責任っていう言葉がこれだけ流行っているのであれば、自己責任っていうのはもともとその自分勝手な人たちを自己責任だよって言うための方便に過ぎないんだと、ね、うつ病になるぐらいとかもう自分でことさら自分のせいだっていうふうに思ってるような人たちはちょっとまあ自分のせいかもしれないけど、まあこれは俺のせいでもねえしなっていうふうに思っててもいいっていう、その方がむしろメンタルにはいいっていうことかもしれないという意味では少し楽になれるんじゃないのかなと思って紹介させていただきました。今日も読書。